回して遊ぼう。今日は紙コプターと風車を作ってみよう。まずは紙コプターから作ってみるよ。用意するものはこれ。作り方を説明するよ。まず牛乳パックを開きます。開いたところの赤い印があるところだけを切り取ります。切り取ったのがこちらです。切り取ったところからさらに4つに分けて、4つに分けたうちの1つを使います。これを半分に折ります。はい、そして次はストローです。ストロー14センチのところを測って、14センチのところでハサミで切ります。はい、そして切ったところから先っぽに少しだけ切り込みを入れます。その切り込みのところにさっきの牛乳パックを挟みます。そしてテープでぐるぐる留めてください。はい、そしたらここからが少し難しいです。ストローの上のところを斜めに折ります。反対側も斜めに折ります。こんな感じで矢印の形になったらよく飛ぶ紙コプターになるよ。最後にいろんな模様を描いたら出来上がり。じゃあ作った紙コプターを飛ばしてみるよ。頑張って。準備するものはこちら。まず15センチの正方形に切った画用紙を用意するよ。折り紙の大きさと同じです。お母さんにお家の人に切ってもらってね。その画用紙を三角に折っていきます。もう半分に折るよ。もう一つ三角に折ってみるよ。しっかり跡をつけたら広げてみてね。そしたら線が見えるね。そこの線の上を5センチに切っていきます。全部5センチに切るよ。全部切れたらこんな形になるよ。切れたのを折っていくよ。同じ方向にくるくると回しながら折ってみてね。難しかったらお家の人と一緒にやってみてね。全部折れたらこんなお花みたいな形になるよ。次に小さい画用紙を用意するよ。どんな形でもいいよ。その真ん中に穴を開けます。竹串か爪楊枝で穴を開けてみてね。ちょっと難しいから気をつけてね。竹串の時は上にセロハンテープをくるくる巻いて落ちないようにしてね。そして穴に開けます。で、さっき作った風車に穴を開けていきます。最後にストローの中に竹串を入れていきます。
もうくるくる回ってるね。これで風車の完成です。こんな風に風車にお絵かきをしてみても可愛くなるよ。じゃあやってみよう。